撮り直し10回目なんやけど何にそんな使えてんねんでね。ヤッホー、皆さんこんにちは、水木あおです。今日は長い植物園に行きたいと思います。今ネモフィラがすごい満開に咲いていて、まあ、この時期にしか見れないのでネモフィラを見に行きたいのと、なんか出店みたいなもうちらっと出てるみたいなんで、なんかその辺も見に行ったり、あとピクニックができたらなと思って、今日は一人で長い植物園ピクニックしていきたいと思います。楽しみ。せーの、レディゴー。ただいまの時刻は1時21分です。言うてる間にあと約10分ぐらいで着きます。斜め右ってとこ、もしかして間違えた私。ここ右、あ、待って、やってる、間違えちゃったまあ道は繋がってるからいずれ着くから大丈夫です、はい、道は間違えても着くのとね、アワーペース、マイペースに行こうや。これ右やんな。つれてて、タコマッサ、つれてて、タコマッサ、大阪出るとき、つれてて、大阪出るとき言うたら、あだっこーマッサ、あ、どうぞどうぞどうぞ。みんなそっち行く、じゃあ私もそっち行こうかな。なんかみんなが上の方行くと、私も上の方行ってみたけど、絶対下やった。およそ400m 先、長吉長原東、左方向、バレた？上乗ってることバレた？やんな、下やったよな、左やったよな、ここ左やんな、ここないんよ。なんかそういうぐるっと行った行き方じゃなくて、なんかこの辺どっか左曲がったら行けるよみたいな行き方ないんかな。またぐるぐるしながら何してんの。ちょっと右方向です。ずっとここぐるぐるするよ、これから。いいの？ダメでしょ。ふっふっ、夢でときめき、明日で絡まけ、バイ平塚平。そんなこんなんでもうすぐ着くよ。すごい人いっぱいいる。パーキングに止めようと思います。今から歩いて植物園の方に向かっていきます。じゃじゃん、めっちゃ綺麗じゃない、最高やねんけど。植物園着きました。めちゃめちゃ可愛いお花がたくさんでね、もうめっちゃ癒される。そしてめちゃめちゃ広いから、どこがどこか全然わからないでもなんか歩くところ歩くところに可愛いお花たちがいるから、なんかもうどこ歩いてても楽しすぎる。これは楽しいで、やばい、ネモフィラやん、めっちゃ綺麗、やばい、バリ綺麗なんやけど。最高。なんかずっとここでもう見ときたいところやけど、他にもたくさんね、いろんなお花があるので見ていきたいと思います。うわー、やばい、最高。ちょっと匂っていい？うわ、めっちゃいい匂いする。
いい匂い。政治ってなんか燃やしたりして浄化とかにもすごいいいと聞いたことがある。ペパーミントやって、これこれペパーミント、これローズマリーや、ローズマリーとかローズマリーティーとか結構あるような、この辺はなんか結構私的に紅茶とかで使われてるなんかおしゃれなゾーンやと思います。あ、ミントや、ほらミントとかが多いからなんかここはここですごい楽しい、いつもありがとうって感じ。おうやってカラスがいつもありがとう、おうやってジャーマンアイリス園に行きたいと思います。アヤメ科のアイリス族やって、え、バラじゃない、ルイドフェネスやって、あ、バラかや、合ってた、バラかやで、バラやん、プリンセスミチコ、これもバラです。うわー綺麗、こんな、続きましてアジサイ園に行きたいと思います。アジサイ広場って書いてたかな、おすすめです。なんか少し歩いた先には大体休憩場みたいなのがあるから、そういうところでねちょっと歩いてゆっくり休んで、ちょっと歩いてゆっくり休んでて、なんかほんまに素敵な場所です。ここやばいわ。実はこれがアジサイ園です。でまだ季節的にね咲いてなくて葉っぱだけあるっていう感じですね。でもこれ咲いためっちゃ綺麗やろな。じゃじゃん、アジサイ園。アジサイって秋なんや。5月、あ、やんの梅雨やんの、私的に梅雨のイメージだったけど5月6月ですね。なんでもうすぐ咲くかな。桜が散っててすごい綺麗。じゃあ私が写してないところ以上に本当にもっとたくさんお花があるので、気になる方はねぜひ実際に行ってみてください。桜のジュースをゲットしました。いただきます。おいしい。で甘くてすっきりしてて、どっちって感じかもしれないけど、甘くて、すっきりしてておいしい。うん、ネモフィラ畑と一緒にいただきます。ネモフィラを見てゆっくりできたので、ちょっともう一回だけぐるーっと回って、ここを出ようと思います。まあ、他にもねなんかいろいろあるから、まあちょっとね長井公園をぶらっと他にしていきたいと思います。カレーライスを買いました。
いや、ピクニックもできてよかった。植物園はもう出て、植物園を出たすぐ前ぐらいに、なんかお店みたいなのがあって、いろいろ販売していました。せーので3。はい、いただきまちょ。めっちゃ美味しい。熱々のカレーで、なんかすっごいキャンプしてるみたいな感じ。めっちゃ美味しい。しかも福神漬けもつけてくれてるし、ありがたい。次はお友達とか、シンプルにお母さんとか連れてなんか来たいなって思ったかな。なんかな、すごいんがさ、ここの鳩たちさ、ほんまにマジ全然近く行っても全然飛ばへん、全然ビビらへんね。もう本当に人なしっこくて、普通にもうなんかほんまスレスレとか普通に通るから、なんかめっちゃ可愛い。ごちそうさまでした。やばいわ、アリだらけなんで早く入ってちょっとここ撤退したいと思います。はい、ということでね、そろそろ帰ろうと思うので、ここで動画を終了したいと思います。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ぜひ皆さんも行ってみてください。バイバーイ。